一応教えてやるか。いいか、小娘。この男はな、俺の両親を殺し、妹を奪った、クソ野郎なんだ。え？急にシリアス出てきたよ。俺、そんなシーンあると思わなかった。両親と妹っすか？え？え？忘れたとは言わせねえ。あれは俺がまだガキだった頃、ガキの俺は一人で森の外に遊びに出ていた。日も暮れ、家に帰ると、父さんと母さんが殺されていた。銃で撃たれていたんだ。その時に俺は目撃した。当時漁師だったじいじ、お前が、漁師だったね、そういや。泣き叫ぶ幼い妹をつかみ、人間の村に戻っていくところをな。これは心当たりありそうだね。あなた、そうなの。その妹を焼いたか煮たか毛皮にしたかはわからないが、生きてんじゃね？その時に俺はお前の復讐を誓ったんだ。あの時は力のない子供だったが、今は違う。父さんと母さん、そして妹の仇、今ここで取ってやる。ちょっと待って、あなた誤解してるわ。まだわからんよな。しらばっくれ気か。往生際が悪いぞ、じいじ。おとなしく、俺の胃袋に入りやがれ。だからか。まあ、ちゃんとした理由があってよかった、ほんと。変な趣味とかじゃなくて。いい加減に。しなさーい！戦闘 BGM。戦闘 BGM 始まったぞ。あら。復讐って。考え方が後ろ向きすぎ。あなた両親を殺したのは本当におじいさんだったの？もうおじいさん言うてるしな。何？おじいさんはね、見境なく狼を殺すような人じゃないんだよ。でもあなたそうだったよっておばあさんさっき言ったし、なんかあんじゃねえか？狼を助けられる人間だよ。ちょっと、赤ずきん？おじいさんは黙ってて。おじいさん、とうとう消えちゃったよ。この狼、おじいさんを悪く言った。私の大好きなおじいさんを悪く言った。許せないよ、このガキ。何も知らねえくせに。あなた友達いないでしょ。 いきなりなんだよ。だから村のみんなにいたずらしたりするんでしょ。かばってほしいからみたいな、友達欲しいからみたいな。かわいいやつやな。本当は誰かに構ってもらいたいだけなんでしょう。人間が嫌いっていうのも嘘だ。そうじゃなきゃ私を心配して声をかけてくれたりしないよね。本当は、心の中で仲良くなりたいって思ってんじゃないの？ BGM 止まってなかった。人間と。でも仲良くなる方法がわからないんだ。ねえ。図星？この。私がなるよ。何？友達になるよ。彼女にはなれないけど、友達にはなれるよ。おお。もういいよね。もう言ってくれるよね。だって、私は？だからなんだよ、もう。遮るな、言わせてやれ。ふ。あがずきん。ふざけるな。え、マジ？マジ？人間に何がわかる？両親と妹を殺された俺の気持ちが、お前なんかにわかるのか？狼の気持ちがわかるのか、人間に。人間に。え、同族か、これ。耳、それ、だって私はっていうやつを、私も狼なんだからっていうのが一番可能性高いと思ったんだけど、そうだったね。そうだった。わかるよ。だって私は、狼なんだから。
狼だもん。お前、狼だったのか。うん、一緒だよ。悪い狼さん。は、じゃあ、ん？あの時感じた懐かしい匂いがお前が狼だったから。妹説ない？妹説ない？この子。ない？ないっすか？ないっすか？さらってったっつったじゃん、おじいさんが。それしかねえだろ。もうそれ確定だろ、これ。あれは、もっと。私はね、狼だから、おじいさんの本当の孫じゃないんだ。お母さんお父さんとも血は繋がってない。幼い子、おーい、ドブシャー！私はおじいさんに助けられたの。え？私の、本当のお母さんとお父さんは、悪い人間に殺された。じゃ、それをかばってるおじいさんってこと、おじいさんをかばってるってことは、やっぱ殺した人、別の漁師なんじゃない？うん。一人ぼっちになってしまった私をおじいさんが見つけてくれて、優しく抱きしめてくれたんだ。それから、おじいさんの孫として、お母さんとおじいさんの、間違えた、お父さんの娘として、人間の家族として育ったの。お母さんは私を本当の娘のように可愛がってくれて、まあ厳しいしうるさいし心配性なところもあるけど、でもそんな当たり前のことがとても嬉しいんだ。この赤い頭巾はね、狼の耳を隠すためにおじいさんが縫ってくれたの。これ原作の話にもあっても良さそうだよね。頭巾外したら実は狼だったって話だった。面白いぞ絶対。あれ、そんな話ないよね、赤ずきんって。ないよな。うん。私が村のみんなに怖がられないように、人間として暮らせるようにってね。これを機に共存を考えようぜ。ね？人間は悪い人ばかりじゃないでしょ。そりゃあ私の両親にひどいことした人間もいるけど、みんながそうってわけじゃない。それは狼も同じ。すごい大人っていうか、育った環境も良かったんやろうな、絶対。あなたは、悪い狼には見えないよ。本当はずっと一人で、寂しかったんだよね。私も一人だった。人間の両親、おじいさん、友達、村のみんながいたけど、でも、ずっと同じ狼の仲間が、友達が欲しいって思ってたんだ。あれ、こっちハッピーエンドに進んでんな。え、もう片方のエンドどうなんだろうな。あなたがよかったら友達になってほしいな。くっ、でも俺は両親と妹の、お前はジジイに救われたのかもしれねえけど、俺は、俺の両親は、妹は。ああ、そろそろ話をしてもいいかしら。何、おじいさん。おばあさんでしょ、赤ずきん。ここも、ここに来て言うか、まだ。それで、単刀直入に言うけど。あんたたち、兄弟よ。まあ、まあ、せやな。せやんな？ありえるよな。なんでおばさんが知ってるかは知らんけどな。え？え？どう読んでいいかわかんねえから、言わね。あれは今から10年前。あたしが漁師として森に入ってきたとき、近くで銃声が聞こえたの。音がした方に行ってみると、狼の夫婦が死んでいた。狼を殺したのは遊びで狩りをしているやつだったわ。まあそうよな。そういうタイプ、まあ悪い人間の方でしょう。人間にも動物にもそれぞれが暮らす場所があって、その領域を守ることが大切なのに、我が物顔で相手のテリトリーに入ってむやみに動物を殺すやつは最低。
そして私が狼のお墓を作っていると、赤ん坊の狼がいることに気がついたの。その子は生きていたわ。このまま、その子を放置したら死んでしまう。なるほどね。情が移ってしまい、私は家に連れて帰ったの。そして子供のいなかった娘夫婦にその子を見せたら、二人ともとても嬉しそうにしていたわ。両方ともですか。血繋がってねえんっていうか、まあ、繋がりはあったんやな。その、狼の赤ん坊が、あなたよって?赤ずきん、あなたよ。じゃあ本当に、狼さんの妹の、ちょっと、話の妹って、あなた、でしょうね。私のこといろいろ勘違いされちゃったみたいだけど、本当に、妹、なのか?お前が、まあ、そうなんじゃないかな。うわあ、会いたかった。あれめっちゃハッピーだな。ぐえぐ、ぐるじ、大きくなった、大きくなったな。ごめんよ兄ちゃん、お前に気がつかなくて。いや、私も兄がいること自体知らなかったし。生き別れの兄弟がやっと再会できたわね。絶対ちげえ、絶対ちげえ通ったけど、もうおばあさんのキャラでうーとか言われるともうふざけちゃうよな。本当によかったわ。俺はもう絶対必ず何があってもお前を離さないからな。いや、そろそろ話してもらえますか。結構ドライ、結構ドライ。温度差。苦しくて、息が。ああ、すまん。ああ。じじい。ん?今まで誤解して、悪かったな。あら、素直ね。赤ずきんの言う通り、本当はいい子なのかもね。それよりも、おばあさんよ。妹を大事に育ててくれてありがとうな。もうとうとう突っ込まねえな、おいみんな。お前は私のお母さんか。あ、すいません、空気読んでませんでした。こういうのも最初は大変だったのよ。家に連れて帰ったはいいものの、赤ずきんは全然泣き止んでくれなくて、何をしても全くダメで、最終手段として、最終手段なんだ、助走をしたらやっと泣き止んで笑ってくれたの。あー、これさ、なんだっけ、この子供を泣き止ませるために助走をしたみたいなやつさ、ワンピースにいたよな。いたよな、それと同じやんな。実は深い理由があったっていうね。男を感じるタイプ、いいキャラじゃねえかよ。初めての可愛い笑顔見せてくれたわ。ん?なんでそこで助走?うん、さあ、きっと疲れすぎて頭がハイになってたのよ。相当疲れてたんやな。相当だろうな。私の助走が赤ずきんだけでなく、村のみんなにも受けたから。まあ面白いわな。私はおじいさんではなくおばあさんになったのよ。ちゃんとした理由はあったのね。おじいさんの助走は私が原因だったのか。そうだったのか。本当に悪かったな、ジジイ。どうして謝るの?私は新しい自分を発見できて嬉しかったわ。まあいいじゃないですか。あ、これはもう手遅れだな。完全に新世界に足突っ込んでやがる。しかも両足。そうだ、じゃあさ、おばあさん、これで
私たちと一緒に暮らせるよね。どうかにも一緒にか。4人家族。そうね。ずっと暮らしてきたマイハウスを手放すのは寂しいけど、マイハウス手で持ってくんねえかな、もはや。力で。なんか死ぬほど頑張ればこの人ったらいけんじゃねえかな。でも、やっぱり家族は一緒に暮らした方がいいわよね。それじゃあ、え？一緒に暮らしましょう、赤ずき。それと狼も。セリフの叫び失敗。うん。あなたも家に来ない？ん？え？俺？うん。いや、でも俺、狼だし。今更！何言ってんだ、こいつは。私も狼だよ。いいのか？もちろん。ねえ、おばあさん。ええ、そうね。あんた、赤ずきんのお兄さんなんだから。もう私の孫でもあるわね。うん？おばあさん？じじいっつったな。おばあさん。ここ、じじいを。ここまで来てじじいだったらそれそれで面白かったな。それにあなたがいれば、私も村のみん、あ、間違えた。私も村のみんなに、自分が狼だってこと、言えそうな気がする。一人だと言うのが怖かったけど、二人ならきっと怖くない。赤ずきん。それに、この赤いずきん、お気に入りだったのに、ボロボロにしてくれちゃって。もちろん、元通りに縫い直してくれるんだよね。ね。裁縫できんの？もうもちろんだ、兄ちゃんに任せろ。縫い直して、もっとかっこいいずきんにしてやんよ。おお、頼もしい。あ、かっこいいでいいんだ。赤ずきんじゃなくて、レッドキャップと呼ばれ、あがめられるくらいのな。あ、それはいいです。そうか。二人を見てると、なんだか元気が出てくるわ。もしかしたら病気、治っちゃったかも。もともとかかってたのか、微妙ってか疑問なぐらいだわ。え、本当に？病気って、そんな簡単に治るもんなのか？え、病気は気の持ちよって言うじゃない？あとで森10周マラソンをしてこようかしら。強い、強靭すぎる。さすがおばあさん、元気だな。いや、元気すぎるだろ。病気って嘘だったんじゃ。なおばあさん、何の病気だったんだ？恋の病とか言うなよ、てめえ。毒キノコよ。毒キノコ？そう、間違ってうっかり食べちゃったね。この人なら、なんだろう、毒の抗体できるでしょ。お腹が空いてると見境がなくなってダメね。野生的。いやいや、気をつけてね。ちなみに毒ツルタケなんだけど、名称知ってて食べたの？え？あ、違うの？違うのじゃねえ。なんか、やばいのか？今、なんて？毒ツルタケ？そうよ。嘘だろ。ドクターつけって、いや、別名死の天使と呼ばれる真っ白な天狗だけで、確かにやばそうな色してる。真っ白のキノコってなんか、ねえ、あんま見ないけどね。純白で美しいその姿から想像もできないほどの凄まじい毒性の持ち主で。食後数時間で激しい胃腸系中毒。一旦回復後4日から1週間で肝臓肥大。おー、ごめん、読めない。胃腸からの出血など内臓細胞が破壊され。やべえ、すげえ具体的だ。これはやばそうだ。死に至る。という、毒キノコの中でも危険度マックスのキノコじゃねえか。何それ、キノコ怖い。あんた毒キノコに詳しいのね。温度差すごい。確かに危険な状態だったけど。意外に、なんとかなったわ。なんとかなったわじゃねえよ。やっぱこの人人間じゃねえよ。シリアスにならなかった。シリアスか。俺、おばあさんをそうしたら自滅するところだったわ。多分そうだと思う。やべえ。おばあさんやべえ。見た目だけでなく、中身まで化けも。ああ？すいません、ごめんなさい。
もういません。強い、強すぎる。おばあさん、私たちそろそろ帰るね。ええ、アカンズキンが来てくれて嬉しかったわ。暗くなってきたから気をつけて帰るのよ。はい、近いうちにみんなで引っ越しの手伝いに来るからね。楽しみに待ってるわ。じゃあ家に帰ろっか。俺も？当たり前でしょ、何を言ってるの。本当にいいのか。家族なんだからいいに決まってるじゃない。ね、お兄ちゃん。ちょ、ごめん、今自分で読んでてちょっと寒気しちゃった、今。ごめん。なんか、いっそやりきればよかったとか今、とっさに思っちゃった。ごめん、なんでもない、忘れてくれ。ふっ。お、あら、かわいい。おー、いい家じゃないっすか。その後、狼や、あ、おばあちゃんトークで読もう、これ。狼は村の人たちに悪さしたことを心から謝りました。そして村の仲間として受け入れてもらいました。赤ずきんも自分が狼であることをみんなに明かしました。心配していた赤ずきんですが、村の人たちは温かく事実を受け入れてくれました。お隣の漁師さんの狼の兄弟の頭を優しく撫でてくれました。今までよく頑張ったねという言葉とともに、みんな優しくて温かく見守ってくれて、お日様のような人たちでした。これで悪いやつってイメージは払拭されるわけだな。人間とか狼とか関係ない。なるほどね。みんなきっと家族になれるから。赤ずきんと狼は村でずっと兄弟仲良く暮らしたそうです。まあたまに喧嘩もしますけどね。おしまい。いい話じゃねえかよ。なんだよ。おお。いやー、素晴らしいゲームだったな。でも終わりじゃねえんだよな。クリックするよ。じゃあこれですな。え、しかしこっちがどうしよう、ハッピーになっちゃった。え、でも両方ハッピーな、なんのかな、わかんない。二つとも、二つエンディングがあって片方バットという発想を捨てろ。この感じやぞ。いけるやろ。ついてこうぜ。で、道草捨てるなって言ってた本当の意味がどうなるかわからん。赤ずきん食われんのかな。わかんねえな。やってみないとな。狼さん、花畑の場所を教えて。うん。この道をまっすぐ行って、森に入ってからすぐ右に曲がるんだ。これなんだろう、なんていうのかな、 NHK の歌のお兄さんばりの声で言ってそうだよね、この人。そうすれば綺麗な花畑にたどり着けるよ。ふんふん、ありがとう。じゃあ早速行ってくるよ。またね、狼さん。このキノコの話ってさ、伏線なんのかな。うん、またね。まんまと罠に引っかかった。所詮は人間の小娘。ちょろいもんだぜ。さて、行くとするか。さっきの話見てるから、この流れでも悪いとはまだ断定できないね。おー、こんなところに花畑があるなんて知らなかったな。秘密の花園って感じだね。いい香り。え、どうなんのこれ。キノコだよね。だから花ではないのがわかんねえな。カラフルで綺麗。なんか中学校の頃とかにこういう水彩画とか、なんていうのかな、あの夏休みとかに出してくるやつとかいたな。うますぎると思って見てたな。でもそういうやつは実はお父さんの手助けを借りてやってて A 評価もらっている汚いやついるからな。はい、私です。教えてくれた狼さんには感謝しないと。本当はいい人だったんだな。多分ね。さっきは疑ったりしてごめん、狼さん。ちょっと待って、先にこうなっちゃうのか。なんかそうなると不安やな。そうだ、今度狼さんに手作りのお菓子を持って行ってあげよう。
お日様の下で一緒に食べて、いろいろとお話ししたりして、ベースルートで遊んでいましたよ。あ、もちろんハーブティーもつけてね。今んとこキノコが出てくる要素はないね。友達になれるといいな。だって、私は、あ、これ言わないぞ、絶対。とと。いやいやいや、自分でキャンセルすんのかい。自己キャンセルかよ。それを初めて見たわ。早く花を摘んで、おばあさん家に行かなくちゃ。楽しみにしててね、おばあさん。まだおじいさんとは言わないんだ。ん？狼が先に着いた。あの秋はまだ来てないな。よし。あらあら、どちら様？おばあさん、私、赤ずきんよ。ごまかせんの、それで。お見舞いに来たの。ドアの鍵を開けて。あら、赤ずきん、なんだか声がおかしいわよ。男の声みたい。それ少し風邪気味で。だから、早く鍵を開けて。まあ、大変。どうしてお見舞いに来たあなたまで病気なの？今、鍵を開けるわね。さ、早く入ってらっしゃい。ええ。赤ずきんなしでお話が進んでますね。立ち絵のインパクトやっぱすげえな。さあさあ、寒かったでしょ？早く暖炉の前に。え？あんたは、狼？この野郎！今日こそてめえを丸飲みにしてやる。キャー！狼、私が終わってる時を狙うなんて卑怯よ。この悪魔。自分の顔を鏡でよく見てみろ。悪魔ならそこにいる。まあちょっと共感。どういう意味よ。そのままの意味だ、この狼野郎。マジ気持ち悪いんだよ。まあ相変わらず口の悪い子ね。でも、これ、おばあさん勝つでしょ。てめえの顔のひどさと悪趣味に比べたら大したことはねえ。聞きたいんだけど、どうして私を付け狙うの？あんたに恨まれるようなことは私したかしら。本当に、覚えてないのか。過去の回想をやんのか。一つ心当たりがあるとすれば、この美しすぎる美貌かしら。美しいって罪ねえ。トリコにしちゃってごめんなさいね。クー！今のは冗談。やあ！え？あ、ここで見せずに赤ずきんに移るのかな？そんなことはなかったよ。え、食ったの？やった！ついに俺あのクソジジイを食ってやったぞ。これ内側から破られる切ない。俺は復讐を遂げたんだ。さて、ついでだから多分この辺の棚に。あったあった。え？ちょっとわからんね。たどり着いたよ。おばあさん、赤ずきんだよ。見舞いに来たの。あ、そっか。あ、待って、これ。待って、これが原作か。そうだよな、ごめん。気づくの遅い、俺。あれ？そうだよね。ごめん、原作だった。なんか俺、根本的に勘違いした。そうだ、おばあさんから来るんじゃん。ごめんね、なんかずっと勘違いした、俺。ドアの鍵開けて。なんか、声おかしくなっちゃった。あらあら、よく来たね、赤ずきん。ドアは開いているから、入ってらっしゃい。うん、お邪魔します。どんな見た目よ。見た目はしっかりしてあってくれ。遅くなってごめんね。おばあさんにあげようと思って綺麗な花を摘んでたんだ。ねえ見て、おばあさん。それは無理があるな。これなんか、なんかこういうキャラ見たことあるけど、ごめん、わかんないや。いらっしゃい、私の可愛い赤ずきん。はあ？あんたさっきの狼じゃない。
原作と違った。2秒でバレた。速攻でバレた。なんでおばあさんのコスプレしてるの？できれば、おばあさん、その大きな耳はどうしたの？とか、おばあさん、その大きな口はどうしたの？とか、聞いてほしかったなぁ、なんて。そうもいかないね。はぁ？くそ。どうしてお前ら狼をバカにすんだ？え？三匹のゴブタにしろ。七匹の小ヤギにしろ。みんな狼をバカにしやがって。ま、確かに言われてみれば。言われてみれば、狼が正義側につく童話ってないよね。悪役ばっかやね。誰ですか？狼の何が悪いんだよ、この野郎。ねえ、おばさんは？まあ、本当はおじいさんだけど。おばさんはどこにいるの？あのじじいがいるのは、俺の腹の中だ。一口で丸飲みにしてやったぜ。これ、狼心配されんじゃね、逆に。いや、無理でしょ、物理的に考えて。え？そこに突っ込みます？逆調強くなってきたな。ねえ、あ？本当に、おばあさんは食べたの？ああ、そうさ。このままお湯の胃袋の中で堂々に溶けて、化け物みたいになるだろうよ。まあ、元が化け物みたいなもんだから、あんまり変わらねえか。なははは。ひどい。は。おばあさんを食べちゃうなんて、ひどいよ、これ。狼心配されるんじゃねえから。人間へのいたずらが多いのは知ってたけど、そこまで悪い狼だとは思わなかった。あ、真面目だ。ごめん、真面目だった。うん。あのクソジジイが、俺の家族を殺さなければ、こんなことは。え？まあいい。あいつの孫であるお前も、ついでに食ってやれよ。一口でな。本当にどうやって一口で食ったのかマジで気になるな。ふっ。え？急に？急に来たよ。え？お母さん？あー、なるほどね。なんかここら辺、なんか俺、なんかとっさに魔女の家を思い出しちゃった。なんか違うんだけどさ、なんか両親に撃たれて、本当は？みたいな、魔女の家っぽいよね。立ち絵あるんかい。なんか、微妙に冴えない顔してんな。量産型とも言えねえ。なんだこれは。目がやだ。目が。目が絵画のあれ。危ねえとこだったね。間に合ってよかったよ。まったく凶悪な狼だ。こんなか弱い少女を襲うなんて、怪我はないかい？は、はい。助けてくれて、ありがとうございます、おじさん。ん？この狼、死んだんですか？うん。あっさり。ところで、おばあさんは？その、狼に。なんだって？早く助けないと。ハサミ、あるかい？はい、棚の中に。このまま流れていって、ハサミで切って救出して、石詰めんのかな？思いっきり銃撃ったけどね。どうぞ。ありがとう。え？まさか。ジョキジョキ。おー、いきなり切開とか。グロいな。それは俺もそう思うね。何もない。え？中には誰もいませんよ。うえ、強そう。ふっ。おばあさん？ハロー、赤ずきん。狼に食べられたんじゃ。まあ、食べられたんだけど、なんとかなったわ。出た。経緯を説明しない頃、なんとかなったわ。最強説。いや、なんとかって。何をしたの？話せば長くなるんだけど、どのくらい？3時間ぐらいかかるかしら。ちょっと、それちょ実況的にきついんで、ちょっとやめてもらえませんかね。3行で OK。え？ 3 行？間、一発、なんとかなったわ。字の使い方下手か。なるほど。そういうしかねえよな。わからん。
もう夜が済んだら僕は行きますね。漁師は何なんだよ。ありがとうね、漁師さん。助かっちゃったわ。いえ、当然のことをしただけですから。今度礼にサービスしてあげる。嫌です。それでは、失礼。冷静でよかった。おじいさんのそういうギャグにはみんな冷静なんやな。おじさん、またね。またね。そんな漁師そんなかっこいい存在でもねえけどな。この狼どうする？嫌なやつだったけど、このままじゃかわいそうだから、お墓を作って埋めてあげましょう。死んだんのかい。うん。え、何それ。え、終わり？終わっちゃった、終わっちゃった。マジかい。そんなんが危険な目にあった赤ずきんはお母さんの言いつけを守らなかったことを反省し、もう道草はしない、甘い誘惑には乗らない、おいしい話はすべて罠、マジ大人汚いと決めました。なんかだんだん汚くなってんね、言葉も。おしまい。ええー、終わり？終わりっすか？ほんともうほんまタイトル戻っちゃう？終わっちゃったー。なんか一文ちょかんだかと思ったら墓に埋められて終わったよ。終わっちゃったー。嘘やろ。あ、押すの忘れてた。なんかある？イラストぐらい？あー、じゃあこれ表示させて終わっとくか。やっぱこれがいいっすね。うん。というわけで一通りエンディング2パターンって書いてあったから、これで全回収完了でございます。よかったな、普通に普通によかったな。俺もっとギャグ多いかと思った。全然面白いんだが、普通にフリーゲームで十分じゃね。十分でしょこれは。いや面白かった。ちょ、制作者の方ごめん、名前見るの忘れたけど、ちょっとリンク貼っとくから、女性で勘弁してください。というわけでありがとうございました。いやー面白かったな。思ったより話で終わって、まあほっとしたかな。唯一気になる、もし続編を、続編というかね、なんかこれの系統で出すとするならね、若い頃のおじいさんの話をお願いします。